さんはコマンチャーです。パパスです。今日は NHR69E、エルフさんのバッテリー交換の方法を社長にしていってもらいたいと思います。お願いします。これです。はい。で、場所はこれですね。ここにございます。まあ、こんなんは、はい、もうあれして何供給とかそんなんですけどもうそのまま抜いてね。はい。で、まず、はい、アースやね。アース、はい。10か、ごめんなさい。ちょっと狭いから私入っていかれへんねんけど、まあ見たらわかりますね、アースの場所は。まあさっきアース、はい、抜きます。よし。はい、まあ、アース抜いて、はい、抜いてでも気休めって、はい、はい、で、まあマイナス、こっち側ちょっと、うん、はい、あの、こっちプラス、あ、こっちがプラスか、ごめんなさい、うん、ここにマイナスって書いてるから、はい、だから上っちょにね、うん、さっき絶対マイナスな、こっち、はい、で、こっちがプラスあります。で、まあこいつも外したはええし、はい、マイナス外してからこの捨てを、はい、で、ほんまはカバーついたん、ね、これで、これね、はいはいはい、はい、で、カバーもないから、はい、これはまあ下側スパナ12で、はい、上メガネね、はい、で、まあ、錆び取ったらワイヤーブラシで、はい、綺麗にしてあげてくださいね、じゃあ、まあ、うん、ちょっと緩めたら、はい、この奥まで行こう、あー、一緒に行くんか、一緒に回すね、はい、ちょっと緩めた、うん、こういう感じで、はい、一緒に回してもらったら、はい、で、反対側もちょっと緩めといてもらえば、はい、一緒です、はい、うん、ちょっと緩めといてもらって、はい、うん、それしの字、うん、いける、これ、うん、あ、これや、はいはいはい、外からこれ内にした方が引っかかれへんから、はい、うん、片側外したら、はい、こっちも一緒です、外れるっていうね、はい、これちょっと邪魔や、カバーのついてなかったやつ、ね、うん、で、まあ最後ではおかしいけど、うん、交換する直前でプラスを外した、うん、さっき両方外しちゃったね当たらんかったらね、うんうん、保護します、うん、こっちはまあ 2,30 巻いといても、はい、で、こいつハム重たいから、はい、ちょっと手前にこうね、はい、この縁の分だけ、はい、よし、はい、ほんまにめちゃくちゃ重たいんで気をつけてくださいね、はい、でも、もっともついてるこの透明なとこやんな、こんなん持たれへん無理や、ほんまや、で、はいはい、新しいバッテリーをまたこっちまで、うん、よいしょ、持ってきてもらって、はい、マイナスな、はい、位置気をつけてください、うん、端子のね、これ逆にしたらこのボディにこれ、うん、ボルトでついてる方がマイナスやからね、はい、これカバーない場合はもうちょっと内に入れといて、はい、ある場合は、ある場合はちゃんと上にこうせなあかんで、はい、うん、で、蝶ネジで締めてもう最後ね、はい、カバーある人ね、うんうん、よし、まあほんま捨てつけてからつけてもいいんだけど、で、ちょっとあの腐食防止で、はい、トラックの場合は後腹から、はい、
普通車よりももっとってこと。ちょっとだけ濃いですね。でつけた後に端子にバラッべっちゃり塗っておいてくれと。はい、OK ですね、うん、はい。プラスからつけます、うん、でこっちちょっと、はい、あ、垂れ目をしといてもらってしっかり、はい、端子の奥まで入るように、うん、でナットが悪い場合は、はい、なんかナットを別のナットで、はい、変えといた方が、はい、次のことやな、はい、次に何かあげる、そうですね、はい、結構強めに、うん、はい、確認もしっかり、ちゃんと入ってない場合は、はい、ちゃんと入ってない締まりにくい場合は、はい、このまま叩いてくれた、ほう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 、だから、うん、もうちょっと締めたいねんな、いうところが締まってるから、テーパーになってるから、はい、ちゃんと回れへんから、はい、で、あ、して逆再生やからはい、そっから、そっから、うん、しの字でかけてもらって、うん、ちょっとバッテリーがでかいからそういう時は緩めて、うん、頭緩めてもらったら、よっしゃ、よっしゃ、はい、このステもマイナスがアースが通るから、はい、このプラスの線を、はい、で避けるような、はい、で、マイナス側はこうなってます、まあ、こういう感じで、あ、はい、この、この先っちょです、まあ、バッテリーが動けんか、はい、確認してください、うん、トラックはよく揺れるから結構、そうやな、振動で、うん、緩む可能性が高いですね、はい、よし、はい、両側をきっちり締めてもらって、最後マイナス、端子奥まで入れてもらって、うん、きっちり締めていてください、動け変化も確認、うん、見といてるときは叩く、まあ、はい、でカバーで蝶ネジで止めてもらって、はい、うん、こいつね、うん、はい、でこれで出来上がり、はい、
これで OK。 まあトラックのちょっとアンペア高いから、はい、14点あちょっとバッテリーもでかいし、はい、まあ14点、うん、13点どれぐらいやろな、いつもやったら 13.8 から 14.5 ぐらいまでやね、うん、まあそれぐらいやねちょっと高かったら OK、うん、はい、まあ今日はこんな感じでエルフさんのバッテリー交換の方法やってきました。よかったら皆さん作業の参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。